はい、あきらけです。えー、ジュゲムブログを使っているんですけど、もう先日ね、サーバーメンテナンスが入って、それ以降ね、Facebook にサムネイル画像が載らないっていうトラブルが発生しております。もうこんなになっちゃうんだよね。あの、 リンク先だけが載ってて、以前だったらここにサムネイル画像と、サムネイル画像をクリックするとそのリンク先に飛ぶっていうふうになってたんだけど、これがね、えー、機能しなくなったっていうか、まあ、こんな状態でね、これすごい不便で、で、そのサポートの方にね、これが以前の状態なんですよ。以前はこうやって、えー、ちゃんとサムネイル画像と、サムネイル画像がまあリンクになってるっていう。 でこれについてね、サポートに再三 <laughs> お願いしたんだけど、もう拉致開かないというか、対処全然してくれないので、以前はできてたんだよ。以前はできてたのに、サーバーメンテナンスが入ったらできなくなるっていうとさ、イライラするよね。でもそっちで対応してくれってことなんで、まあ、こっちで対応する <laughs> しかないなと、イライラしながらもね。で、まあ、原因を調べるということで、まあ、そのアドレスを入れて、デバッグってやるわけですけど、 や,やったわけですよでそうすると、修正が必要です。プロパティがありません。次のプロパティで、AppID がないぞと。だから以前はね、だからどういうことなんだろうね。サーバーが変わる前は、この AppID っていうのが送られてたってことですかね。あの事業部側から。サーバーが変わったんで、まあこれ送られなくなったんで、まあ、そちらでやってくれと。 でまあ、デベロッパー登録をしなくちゃいけないんで、デベロッパー登録のページに行きまして、まあ、最初にスタートということで、で Facebook for Developers にアカウントを作成しようと。でもうすでに Facebook をやってるということは、Facebook の ID があるんで、それ,それに追加で、携帯電話の番号を追加していくと使えるようになると。 で、まあ、携帯電話の番号を入れまして、えー、認証でってやると、まあ、携帯電話の方にコードが来るんで、まあ、それを入力して、えーまあ、この携帯電話の番号が間違いなく、まあ、このユーザーのものだということで、紐づ付けられましたということですね。はい、で、えー、まあまあ、あまあ、ポチッと。<laughs> で、えー、あなたは何に該当しますかということで、まあ、まあ今回は ID が欲しいで、開発者ということで、登録完了と。まあ、この辺はね、もうどんどんやっていくと。で、アプリのタイプは何ですかって、別にアプリを作るわけじゃないんですけど、とにかく ID が欲しいっていう、ただ、それだけのためなんで、まあ、まあ、取れなのはなしと。で、次へと。 では、表示名何ですかって、これもまあ、適当に、あの <laughs>、これがどうということもないんで、えなんか適当に名前を付けておくといいと思います。で、アプリを作成と。アプリ作らないくせにね。で、もうパスワードもう一度入れてくださいって、このパスワードというのは Facebook のパスワードです。えー、Facebook のパスワードもう一個入れて、もう一度入れて送信と。まあ、こういうところもね、まあまあま、あ決まり文句というか、まあと、とにかくやっていくというだけで <laughs>、 やっててください。えー、でですね、えー、設定いきます。設定の中に、えーえー、設定のベーシックで、えーでえー、必要な ところを入力していくんですけども、必要なのもね、えー、プライバシーポリシーの URL というのが、あこれがね、えー、必ず必要なんです。で、プライバシーポリシーの URL っていうのは、あの、もうね、<laughs> ジゲームのブログなんで、こジュゲームのこのプライバシーポリシーを、のアドレスでいいんじゃないかなと思ってやってみたら、まあ、それでよかったんで、まあ、それでいいと思います。だから、ジゲームのープライバシーポリシーの URL を入力しました。で、カテゴリーがね、 えー、カテクリー選択するってことになってるんで、まあ、とりあえず、ま、なでもいいやってことでメッセージにしておきました。<laughs> いいのかなこんな、こんな、<laughs> YouTube 流しちゃって <laughs>。何でもいいです、何でもいいですっていう位置で、本当はいけないのかもしれない。まあ、変更を、まあ、登録だ、登録って。で、あとやっておくのはね、えー、最初そこがね、開発中になってる。今、ライブももう使ってるんでライブになってますけど、あそこがね、開発中のところからポチッてやって、ライブに切り替えるって、そんだけです。で、えー、これで、えー、 生きたアプリ ID、えー、ライブ状態のアプリ ID が手に入ったと。今、アプリ ID ってねあのー、いうのが必要な、これをね、えー、クリックしてコピーと。まあ、これの番号が取得したかったってだけです。この生きたね。開発中じゃなくて、ライブの状態で。で、えー、ジゲームのブログの設定の方へ行きまして、えー でこれのね、えー、デザインの中の HTML、CSS 編集って、まあ、つまりは、えー、最初に出てくるページの中に、これ今もう書き込まれたんで、えー、書いちゃってるんで、えー、出てますけど、ここ、えー、メタタグで、えー、この、このね、数字のこの部分だけが私と違うんですけど、まあ、これを一行書き足して、えー、編集を終えれば、あそれだけです。とにかく数字が欲しかったと。 そうすると、まああの、Facebook に対して、アップ ID が、なんて送られるんで、こうして、えー、きちんとサムネイル画像が出るということでございます。こんな駆け足で、えー、通じたんでしょう。まあ、とにかくこれがあればあの、サムネイルが出るということなんで、えー、困ってる人はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。あー以上、アキラケがお送りしました。